僕、忘れないよ。さっき、言ったこと。さっき言ったこと何言ったんですか、私は。あなたには、ある仕事を引き受けていただきたいのです。それが終われば、無事、元の生活にお返ししましょう。もう、脅迫やん。<laughs> よろしくお願いします。あ、こっち見た。<laughs> <laughs> めちゃくちゃ嫌そう。 こんにちは、今バと申します。初めての方はじめまして、とらわれのパルマー。今回はこちらのゲームで遊んでいこうと思います。こちらのゲームめちゃくちゃ有名なんで、名前は知っとったっちゃけど、中身は全然知らなくて、でもめちゃくちゃ面白いって教えてもらったんで、今回からやっていこうと思うんですけど、なんか乙女ゲームらしいですよ。なんか囚人の人とコミュニケーション取りながら、どうのこうのしていくっていう。<laughs> <laughs> いかに何も知らないかが分かると思うんですけど今回からやっていこうと思いますおお麗しいえどうしたらいいこっからいい、えー、特に右左動けないからじゃあニューゲームとはい始めていきましょうこれおおこ,これは何だいこの動かせるこれは薄薄明かりの中目に飛び込んできたのは息を飲むほどに深く晴れやかなブルーこれは何に使うんだい水平線は東の空と海に溶け込んで おぼろげな乳白色の光を放っているこの瞬間世界は色を変えて浸透し,したしつけさに包まれる夜明け前ほんのわずかな隙に訪れる夢とも現実ともつかない魔法の時間だすごい素敵な表現また会えるよねえ何少年おらさの残る声が浅波に溶け聞こえる少年は困ったように目を細め再び 水平線に姿勢を戻した。長くあでやかな黒いまつげの間から少年の青い瞳がのぞく。わ、黒髪で青い目最高やな。少年の目はかすかに揺れている。さざ波だすみなも。その一瞬のきらめきを、そのまま瞳の奥に閉じ込めて。もし、また君と会えたら、その時は。な、なんだい少年。 俺は呪いだ。優しく、純粋で、残酷なまでに美しい。呪いの言葉だ。どういうことよ。よく見てて。え何ほら。えうわー綺麗夏目友人帳みたい。めっちゃ綺麗やん。これ、これ邪魔だよ。東の空に一筋の光が走る。光は夜の残り顔を切り裂く矢となって、コバルトブルーの世界を仰く。 より青く染めていく青く塗り重ねられていく世界を少年はただ見つめている僕、忘れないよさっき言ったことさっき言ったこと何言ったんですか私は約束。約、約束はねちょっと守れるかわかんないですけどやりますよ海風は花びらを巻き上げて少年の言葉をさらっていった。 おー。面白い。その少年が囚われるパルマなのかなもめちゃくちゃ豪華な部屋。ここはお目覚めですかえ捕まってんの私。長い船旅で随分とお疲れのようです。到着するのにソファーで眠ってしまわれるとは。ここはシーハイブグループが管理・運営する天地療養のための収容施設です。天地療養ってなんだ私は監視の カリアと申します。カリアさんよろしくお願いします。藩主収容施設おや目を丸くして、どうかなさいましたかまるでご自分がどうしてこの場にいらっしゃるのか、わからないとでも言いたげですね。すみません。さっぱりわからないです。あ、なるほど。ここで使うのがこれ。えーと、すみません。はい。すみません。私、さっきまで普通に帰り道を歩いていたはずなのに。あ いつの間にこんな場所に。なるほど。記憶喪失なのか、それとも、あの、もともと、あれだね、別の世界にいるのか。まさか、本当にわからないとおっしゃるのでは。そうなんですよ。わからないです。なんと、これは。すみません。少々お待ちください。狩矢さん優しそうだな、でも。天地療養って言ってるから、なんか、あれかね、病気なのかな、主人公。一体どういうことなの 思い出せるのは帰り道せて急に眠くなって気づけばここにいたということだけお待たせいたしましたお調べしたところあなたが今日こちらに来る予定の人物であることには間違いないようですなるほどしかし急を要することだっため諸々の手続きを踏まずにお連れし,してしまったようでえダメじゃん <laughs> ひとさらいやんそんなん大変申し訳ございませんお連れしてってこれって 誘拐なんじゃ、そうだね、通報しよう。しかし、ご安心ください。当然、命の危険などはございません。本当かあなたには、ある仕事を引き受けていただきたいのです。それが終われば、無事、元の生活にお返ししましょう。う脅迫やん。<laughs> <laughs> 怖すぎるやろ。ある仕事この施設に収容されている、とある人物の相談員として、その人物と、 話をしてほしていのです相談員とある人物、まあ、どっちも聞きたいんですけどまず相談員から聞きます相談員はいこの施設には様々な事情を持った人物が収監されています相談員は彼らの話し相手となってその閉ざされた心を開き問題解決に協力していただく役割がありますあなたに会っていただきたいのは1年半ほど前からここに収監されている人物です その人物はとある事件を起こしてここに収監されたのですが一つ問題がありまして何え記憶がないのです事件に関する記憶はもちろんそれ以前の記憶も全てまあ、それは私がどうこうできる問題じゃなくない医者の領域じゃないそれは事件の際何かの表紙に記憶を失ってしまったものと思いますが他に当時の状況を知り得るものがおらず 困ったことに。現在、事件の手がかりは、その人物の失った記憶のみ、という状況です。ええ、それは大丈夫。それ、無能すぎんか、警察。<laughs> これまでにも、医師や専門家が、彼の治療に当たりましたが、回復の兆しは一向に見られません。そうなんだ、それじゃ無理じゃないかな。そこで、新たな相談員を手配することになりました。本来であれば、 専門的な知識をお持ちの方が担当されることが多いのですが、今回は少々事情がこみえっているとかで、急きょ別口で適任者を探すことになったようです。なるほど。それで連れてこられたのかそれが私ですかはい。私の方では今日来るその新しい相談員に説明を行うよりとしか言われておりません。ええー。それは、いろんな意味で説明不足だな。それがまさかこんな素人。 あいや、失礼。一般の方が何の事情も知らずいらっしゃるとは。おい <laughs> こっち被害者やぞ。素人って言うな。想定外の事態ですが、こうなったら仕方がありません。あなたには、日々のやり取りから、その人物の記憶を探っていただきます。えいや、問答無用で返してほしいですけどね。記憶を探ると言われても。そう難しく考えなくて結構です。 相談員として彼の気持ちに寄り添い、記憶を思い出せるきっかけを見つけていただきたいのです。例えば、世間話のような何気ない会話が記憶を思い出すきっかけになることもあります。まあ確かにそう言うよね。簡単でしょいかがですやっていただけますかいやー、やりたくないですけどね、普通だったら。 <laughs> いやでもやっぱりの言い方もちょっと嫌だな普通に問答無用で返せよと思っちゃうけどまあ分かりましたよ分かりましたありがとうございます先ほども申し上げた通りこの案件が早く解決すればすぐにでもあなたを本土にお返しします本土って何どこから連れてきたんだろうああそれとご家族にはこちらから連絡が行くようにすでに手配をしておりますので ええー、人さらいやん。<laughs> 用意周到な人さらいやん。心置きなく、お仕事に専念なさってください。それでは、こちらの書類に、あなたのお名前をお記入ください。あー、なるほど。えーっと、どうしよっかな。今、イバラでいきますか。時まと同じく、今、イバラ様で間違いありませんかはい、大丈夫です。今、イバラ様でお間違いないですね。では、イバ様、早速ですが、こちらの資料をご覧ください。 先ほどお話ししたあなたが相談員として担当していただくチームです。イケメンイケメン <laughs> あの、オープニングのイケメンか。彼の名前は、キサラギハルト、日本人。あなたには、彼の記憶を取り戻していただきます。この人が不安ですか。ここで私からいくら説明するより、実践してみるのが一番だと思います。明日の午前中に、キサラギとの面会時間を取ってありますので、早速、カオースともしていただきましょう。 あ、明日ああ、それと、一つご注意が。あなたが、本来は相談員ではなく、ただの一般人の素人だということは、ひさらぎには伏せておいてください。いやでも、バレると思うけどね。数々の、だって、クロートたちが言ったわけでしょ収容者には、余計な不安や、警戒心を与えないために、あくまで表向き、相談員として振る舞うように。それでは、本日はこれから社員寮にご案内します。 キサラギの資料はここに置いていってください。了解しました。もうちょっと見たいですけどね。うわーえー、<laughs> これ、これ逆に私の方が収容されてないかいえ、どこへ連れて行かれるんだろう古い建物みたいだけど、この施設って古いんですかはい。戦前の建物を改築していますから、それなりに。なるほど。療養のための収容施設として使われるようになったのは、ごく最近のことです。なるほど。 最近といっても、もう7年になりますが、結構前だね。窓の外を見てください。うわあ綺麗。なんか油絵っぽい感じがなんか綺麗ですね。こっち見れないんだ。なるほど。見ました。うわぁ、海が近い。この施設は本土から、おおよそ130キロほど離れた古島に建てられています。なるほど。古島なんだ。本土からの船は、1日に1便。島の職員はみんな、 これから案内する社員路に住んでいます。あ、そうなんだ。じゃあ町とかはないんだね。収容者の方はどこにいるんですかこの建物内にいます。彼らの様子は常駐する職員が24時間監視してますので、ご安心ください。ここへ来ていただくのは、こちらからお呼びした時と、収容者との面会時になるかと。なるほど。それ以外の時は自由に島内を散策していただいて結構です。立ち話をここまでにして行きましょうか。 なるほどね。あれ窓に人影が。えあえこんなところにいんのうわ、イケメン。はイケメンすぎめっちゃイケメン。<laughs> もうイケメンとしか言えない。あの人。こっち見てる。イバさん。あ、はい。何か気になるものでもありましたかそれとも。 見惚れていましたか見惚れていましたえ海ああそっち <laughs> <laughs> あそっちかこれから嫌になるほど見ることになりますからほどほどにされておいた方がいいですよなるほどね景色のことかびっくりした監視からは見えてなかったのかあいなくなってるあれもういないあの写真の人に似てたの すごい視力いいな。<laughs> 結構遠いところで見てんじゃないのかなもしかしてさっきの人が、キサラギ・ハルト、まあ、そうだのね、実注ハック。お、綺麗な部屋だ。こちらがイバサのお部屋です。自由にお使いください。ご飯はそれと、これをお渡ししておきます。何スマートフォンですかスマホあるんだ。サボット。島の職員に配られる。 個人用の端末です。なるほど。島内では私物の携帯電話は使用できませんので、こちらをお使いください。え、なんで使用の電話は使えないのまずは端末を起動してみてください。中にいるガイドキャラクターが機能の説明を行います。ガイドキャラクターいいな。どんななんだろう。おーサボット。いいね。読み込み中。だいぶかかるね、サボット。おぉ。えぇ、ー。 今さはじめまして <laughs> 僕はこの端末サボットのマスコットキャラクターだよサボちゃんって気軽に呼んでね急にこんなの渡されて戸惑ってるかもしれないけどちゃんと僕が丁寧に使い方を教えてあげるから安心していてね時間ができた時にでもサボットを起動してみてよじゃあまた後でかわいいサボットということなので島内にいる間は肌身離さずお持ちください身分証の代わりでもありますから紛失することないよ くれぐれも取り扱いにはご注意を了解しました。それと明日の面会ですが、朝になりましたら先ほどいた建物の入り口までいらしてください。え、わかるかな猛抗日なんですけど。はい。それでは、失礼いたします。えー、なんかめちゃくちゃ不安じゃないこんなところ急に連れてこられてさ、受け入れられないよね。はあ、とんでもない一日だった。記憶はあるのかな、ちゃんと。両親の記憶とか。これから私、 どうなるんだろう目が覚めたら全てが夢でありますように。夢じゃなかった。<laughs> 夢いや何でもありません。いかがですか心の準備は。面会室には仕切りがありますので、彼があなたに触れることはできません。ご安心ください。逆に緊張するかも。そうだね。<laughs> でも、普通に話すってどうしたらまあ、そうでしょうね。最初は容量を得ないと思いまして。 こちらを用意していますす紙とイヤホンですかはいお渡した紙には彼への質問事項が書かれていますイヤホンは耳にはめておいてください初めての面会ですのでまずはこちらで指示を出しますあチュートリアルか次回からは私のサポートなしで面会していただくことになりますので一人立ち会いの人はいなくて大丈夫なんですか刑事施設はありませんので刑務所のような警察官の立ち会いはありませんなるほどね 療養所だもんね。そうですか。ですが今日に限らず、面会中は常に部屋の外に職員が待機していますので、何かあればお呼びください。了解しました。行きますか。うわすごいリアル。うわおリアルですね。この人が、ハルト君。私の声あ、ああ、私の声が聞こえていますね。イヤホンから声が、今。 あなたの目の前にいるのが、きさらげはるとです。まずは、はじめましての挨拶からしてみましょう。了解しました。はじめまして。反応がない。は、誰にでもこうなので、気になさらず、了解しました。次はあなたの自己紹介をしてみましょう。彼の新しい相談員として名乗ってください。えーと、本日る担当させていただきます、相談員の岩原です。よろしくお願いします。 あ、こっち見た。<laughs> めちゃくちゃ嫌そう。空気が重い。では、先ほどあなたに渡した紙を見てください。彼に対して3つの質問を用意しました。3つどれからでも構いませんので、それらを彼に問いかけてみてください。質問何か覚えてることありますかこの施設に来てどれくらいですか今日の気分はどうですかうーん。 いや、今日の気分どうですか今日の気分はどうですかああ、まあ、こっちを見てくれるけど、まあ、そうだよね。初めての人にそんな心開かないよね。えー、っと、何か覚えてることはありますかつら <laughs> <辛> <laughs> この時間つらい。なるほど。この施設に来てどれくらいですか、はあ、いや、そう。つ <laughs> らい。つらいよ。 またか。何どうしたえ、今なんて。え、どうすればいいんだろう。いつにも増して、口を開きませんね。あなたの声が聞こえてないということはないはずですが。試しに、目の前のガラスをコンコンと叩いてみてください。あー、なるほど。これ一応ガラスなんだ。なるほどね。おい。聞こえてる。あ、そうなんだ。 じゃあ、無視しないでほしいな、寂しいから。あなたの声は届いてるようですね。しかし、そうすると。さて、どうしたものでしょうか。もしかして体調でも悪いとか、私の声聞こえていますか何か答えてもらってもいいですか <laughs> なんでそんな、高圧的なの尋問じゃん。体調でも悪いんですかもしかして体調でも悪いとかいや、違うけど。まあ、そうなんだ。まあ、元気ならよかったよ。 早く終わらないかな。んそんなに嫌なのか <laughs> 任せて私も嫌だから。どうして質問には答えないんですか <laughs> あの。うるさい。まあ、同じことを何回も聞かれてるんだろうね。あ、私気に障るようなこと言いましたかまあ聞きましょう。私気に障るようなこと言いましたかあ、えー、っと、その、いい人そう。 あれえ、何君は、どうしてえ、え、え、な、え、何急に、急に乗り気じゃんどうしたえあいや。なんでもない。ど、どうしたんだろうどうかしましたか、はあしかし、これは、どうしたものか。彼の機嫌を損ねないように、今度は様子を見ましょうか。あ、はあ。なるほど。 触れないでいでた場合にも彼の反応が変わります今回何もせずに様子見てみましょう何もせず何もせずって一番辛いんですけど何何さっきからじっと見ていやなんか何もしないでって言われたから <laughs> 指示待ってます話しかけても何も言わないので怒らせたかなどうして話さないといけないんだ まあ話した方が出してもらえるんじゃないかなこの部屋から誰も自分のことを本当の気持ちを言わずに隠しているのになんかすごい哲学みたいなこと言ってきた今の君もうんえ君もそうえそうなのかなまあそう言われるとそんな気もしてきたえ話せることは何もないああそっかまあ無理しなくていいけどね 面会終了のお時間です。面会終了まあ、いいんじゃない最初にしては。ちょこちょこ話してくれたし、最初から心開くなんて無理だからね。お疲れ様です。いかがでしたか彼と話してみて。少し感じ悪かったです。<laughs> 私の言葉じゃないと言われました。彼の気に障るようなことを何かしたのでしょうかまあ、そうだね。これのことを言ったんだろうね。私の言葉じゃないって言われました。聞こえていたと思いますが。 そうですね。彼にも見えていたんでしょうね。渡した神とイヤホン。うん。持っていくよう指示したのはこちらですので、あなたは気にせず。あなたのような相談員は初めてなので、どう接していいのか彼もわからなかったんでしょう。そうなんだ。じゃあみんな結構高圧的だったのかなしばらく様子を見ましょう。これから相談員として手腕の見せ所ですね。取りつく島もなかったけれど、本当に大丈夫なのかな まあでもちゃんと話してくれたし、うん、いいんじゃないかな。お、何それでは、お疲れ様でした。また明日からもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一旦部屋に戻ろう。なるほどね。いやー、というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。岩れでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は 2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。